戦後、とんでもない事実が判明する。これマジで？本日の試合、ドラゴンズは楽天に敗戦した。しかし、中日打線の4番と5番は猛打賞を獲得する大活躍を見せた。しかし、チームは完封負けという厳しい現実を突きつけられた。細川とカリステの前後が打たないため、得点に結びつかないのだ。カリステ、細川猛打賞で点が入らんのなんて？毎回にアウトで細川が打ってるから。もう1番細川、2番カリステしよう、極論。この2人しか信用することができない。彼ら以外の上位打線が機能してない。村松も打つ方が冷えてるし、マジで点が入らない。さすがに細川個人分だろ。もうかわいそうだよ。4番に回る前にランナー貯めれないの辛い。春、いつまで甘えてんねん。1番から9番まで全員細川がいい。中日って本当に繋がらないよな。ほんまに得点まで持っていけない、ホームが遠すぎるんだよ。他の野手は何してんねん。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。